はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の等式の証明丸1をお送りします。で、前回までね、高等式やってきたんですが、ここからね、等式の証明をやっていきます。で、最初に2問だね。で、今回もポイントがないので、このね、2問をやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番、まあ、2番両方とも証明しようということで、中学校の時のね、その三角形の合同条件とか使う証明のイメージがあるから、うわ、めんどくさっていうね、感じがすごいするんですよ、証明って。なんだけど、この証明はすごく簡単です。あるルールさえ破らなければ。で、結局言いたいのは、今ね、1番に関しては、カッコ A プラス 2B の2乗足す、カッコ A マイナス 2B の2乗イコール 2 カッコ A の2乗プラス 4B2 乗だと。つまり、この左辺とこの右辺が同じことを証明してと言われてるだけなんです。で、やり方としては何パターンかある。ね、ちょっと口で説明しちゃいますけど、何パターンかあって、例えば、左辺、こっちを計算して、右辺と一致しましたよ。これで OK。または、左辺と右辺をそれぞれ計算したら同じものになりましたよ。これが二つ目。いいかな。で、三つ目が、左辺引く右辺を計算したらゼロになりましたよっていう。この三つになります。どれ使ってもいいです。もう一回言うよ。左辺を計算したら右辺と同じになりました。これは右辺を計算したら左辺になりましたでもいいんだけど、基本的に左辺計算する方が多いので、左辺を計算したら右辺と同じになったよ、または左辺計算して右辺も計算したら同じでしたよっていう。で、最後が左辺マイナス右辺をやったらゼロになりましたっていう。どれでも OK です。で、絶対にやっちゃいけないのが、ちょっとやっていきますね。頭の中でね、どうせ計算しなきゃいけないんでしょって思うんだよ、大体の子が。で、計算を始めるときに、これ、証明なんで、その定期テスト、まあ、中間とか期末考査の時には、絶対に書かされる途中を。ね、答えだけ書けないんで。で、途中書く時に、よし、計算していこうと思って、これ展開するじゃん。で、A の2乗、プラス 4AB。ちょっとこれどうせ消すから適当に書くね。適当に汚いって書くね。4B2 乗、プラス A の2乗、マイナス 4AB。プラス 4B2 乗。で、イコール、じゃあ右も計算しよう。2A2 乗プラス 8B2 乗って始めていくじゃん。これ1行目に書いたし、これ×くらうからね。で、何がダメかっていうと、今、これと左辺ね、と右辺が同じことを証明しろって言ってんのに、スタートから同じですって書いちゃってるから。結論として言いたいことをスタートで書いてるから、こっから始めて、こうやって計算してたら×くらう。なんで最初これ書いてんのって話になっちゃうからね。で、これだけ注意してください。このタイプの証明は。いいかな？俺これね、テストの時にやって、バッサリバツ食らったことがあるので、そうそう、気をつけてください。じゃあ、どうやるかっていうと、まあ、さっき言った3パターンのどれかをやるんですが、まず1番に関しては、左辺を計算していきます。で、右辺と一致させに行く。で、まあ、書き方いろいろあるんですけど、俺はね、自分の教わってたね、数学の恩師がこうやって書いてたので、今でもこれ使うんだけど、まあ、左辺イコールだね。で、もしこれがダメだったら、ちゃんとこれ書いて。これイコールって書けば絶対問題ないから。で、始めていくと、さっきやったように展開していきます。左辺は、じゃ今度綺麗に書こうか。で、4AB プラス 4B2 乗。大して変わんねえないしね。今ここね、ここ書き終わりました。で、次こっち。プラス、A の2乗マイナス 4AB プラス 4B2 乗となります。いいね。で、これ計算すると幅的にどっちに行こっかな。すげえ微妙だけど、いいか、こっち下行こうか。イコールで A2 乗が2つあるから 2A2 乗で 4AB 消えちゃうんだよね。で、消えるので消えて、で、ここ計算すると 8B2 乗になります。いいかな。で、今回は右辺と一致させに行きたいので、ゴールがこれなのね。で、これどうするかっていうと、2でくくり出すと、2カッコ A の2乗プラス 4B2 乗になるでしょ。2でくくり出しただけ。そうすると、あ、右辺と同じになったってなるんです。
で、これも書き方ね、先生によるかと思うんですが、これ右辺と同じなので、右辺と同じと。で、これ左辺を計算したら右辺と同じになりました。だからこれ同じでしょ？ということで、最後、一行ね、よって、もともと与えられた式、a プラス 2b、2乗プラス a マイナス 2b、2乗イコール2括弧 a の2乗プラス 4b2 乗が成り立つとかでもいいですけど、多分これだけでも OK だと思います。こうやってね、俺はこうやってやってましたけど、こんな感じ。これが左辺を計算して右辺と一致させるタイプの証明で、もしさっき言ったね、左辺と右辺をそれぞれ計算するんだったら、今左辺を計算したらこうなったじゃん。ここで止めといて、で右辺を別で計算します。右辺で、右辺はこれでしょ。で、これ計算って言っても2配るしかないんですけど、で2配ると 2a2 乗プラス 8b2 乗になるでしょ。そうすると左辺と右辺が一致したじゃんか。で、一致したのでよってこれっていう風に終わらせる。これが左辺と右辺を別々で計算して同じになりましたよのタイプ。これを使うんだったらね、いいかな。まあ、こんな感じでやってみてください。で、2番は最初に条件が出てくるね。 a プラス b プラス c イコール0の時にちょっと読むのめんどくさいからごめんね。これが成り立つことを証明しに行きます。でも基本的に同じやり方としては、さっきの3通りどれかを使えばいい。で、今回はどうしよっかな。そうだね、じゃあ左辺引く右辺でいこうか。これ入るかな。ちょっとね、ミスったな。こうしたらよかったね。まあいいでしょう、行きましょう。2番、じゃあ今回は左辺引く右辺をしていきます。で、本当はこれイコール書きたいんだけど絶対入んないんで、こっち行くね。で、まず左辺これなので普通に書いていこうか。 a の2乗プラス ab プラス b の2乗です。で、引く右辺なので、これこっちに持ってきてるイメージね。で、ちょっとね、配ってしまうと、プラス AB プラス BC プラス CA となります。いいよね、引くだからここプラスに変わるんで、プラス配っただけね。で、ちょっと計算できるね、これ。AB と AB くっつけられるから、で、プラス 2AB、プラス B の2乗、プラスBC プラス CA ですね。で、左辺引く右辺を始めた時はゴールは0です。0に持っていかなきゃいけない、絶対に。で、これこの状態だとどう考えてもいけないんだよ。だからこれを使う。いい？で、これどうするかっていうと、基本的に A プラス B プラス C イコール0とかこういう式を与えられたら、もしを減らしに行きます。で、大体が C イコールなんとかとか B イコールなんとか A イコールなんとかって式にして代入していくといい。ただ今回ね、この状態でちょっと工夫がね、予想がつくんだよ。もちろんね、予想がつかない子は代入して解いていったらいいんですけど、どう予想がつくかっていうとね、ここが因数分解できるんだよね、ここ。で、因数分解するとこれ公式のまんまなんで a プラス b の2乗になるんです。いい？で、 a プラス b を作ってるので、ここの残り、これも c をくくり出しています。プラス C。で、ちょっと逆になっちゃうんで、このままいくと B プラス A なんだけど、ちょっと分かりやすいように逆にするよ。A プラス B。こうなりました。いいかい？で、ここでこれ使えます。今、A プラス B がきれいに出てきてるので、C だけ右辺に持っていきます。そうするとね、A プラス B イコール、こっち持ってくると、マイナス C じゃんか。なので、もう一回左辺引く右辺書こうか。まあ、これ書かなくてもいいかもしれないけどね。右辺はここにマイナス C を一応書こうか。マイナス C の2乗です。ここ入れるとね。で、ここにもマイナス C 入れるから C かけるマイナス C でマイナス C の2乗になります。で、ここマイナス C カッコマイナス C の2乗はマイナス C かけるマイナス C だから、これ C の2乗ね、プラスに変わる。で、マイナス C の2乗、つまり0になるんです、ちゃんと。
いいね、0になったと。だから左辺引く右辺が0になったので、左辺と右辺は同じになります。で、なんで左辺引く右辺が0になったら同じになるかっていうと、これね、左辺引く右辺イコール0が、ね、満たされたわけじゃん。この右辺をこっちに持ってくる感じ、移行してくると、左辺イコールマイナス右辺だったから、こう持ってくるとプラス右辺になるでしょ。つまり左辺イコール右辺が成り立つの、同じでしたよってことが言うことができるので、左辺引く右辺が0になれば OK となります。で、0になったので最後ね、よっての部分書きましょう。よって入ってるか、あ、入ってた長いな待ってね、 A の2乗プラス AB プラスB の2乗イコールマイナス AB プラス BC プラス CA、 これが成り立つと。いいね、こんな感じで解いてみてください。で、最初にも言いましたけど、そのね、左辺を計算したら右辺と同じになりました。左辺と右辺をそれぞれ計算したら両方同じになりました。で、左辺引く右辺をやったら0になりました。どれでも構わないです、使うものは。絶対どれ使っても丸になるから、ちゃんと言えてればね。いいか、ただ言ったように、これを書き始めてこう計算してっていくのはやめてください。最初にイコールつけちゃうとバツ食らっちゃうからね。いいかな、そんな感じでよろしくお願いします。では、今回は高校数学数2の等式の証明丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はまたちょっとね、違うタイプの問題を取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。